毎度大きに。今回はタレントの福岡みなみさんを見ていきましょう。彼女の生年月日は1995年5月1日、出身地は広島県、身長は153センチメートル、血液型は A 型。福岡みなみさんですが、地元、広島の高校を卒業後、東京理科大学に入学し、在学中にスカウトされ芸能界入りしました。 2019年7月3日、株式会社コンテンツさんに所属することを発表し、同年9月26日発売の週刊ヤングジャンプ43号にて、自身初の水着グラビアが掲載されました。また、2020年3月からはポコチャでのライブ配信を開始し、配信から3ヶ月で登録者数3万人、ライブ配信応援数で同アプリ史上最高記録となる7700万ポイントを獲得し、 ライバーの頂点になっていますそして、2021年には個人事務所、株式会社星ラボを設立し、2022年で星ラボの代表から退くことを発表しています。このように事務所を設立したり、東京理科大学を卒業したりしていることから、彼女の頭の良さがわかります。その頭の良さは、グラビアにも通じていて、彼女いわく、 体重 40kg が自分の理想の体重で、それ以上痩せてしまうと、ガリガリでセクシーに見えないと語っています。また、撮影の前はダイエットをし、最後の数日は食事をスープだけにして腹ペコで撮影に挑んでいると語ってもいます。そんな、リケジョが計算してたどり着いた完璧な体を皆さんもぜひ見てみてください。それじゃ今回はこのくらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。 また次の動画で会いましょう。バイバイ。